All right, let's go. What the hell? Hindi ka lang maayos na. Di ba ito copyrighted? Nahirap talaga sa part niyo. Hirap talaga sa part niyo. What the hell? Basta ako sanay. What the hell? Oops, mali. Hindi ko man sinasa dyan. Portion her to her cultivation place. Firstly. Firstly. Ate, di ba? Ay, ako sumako ko si Yao Yao. Isa dito. Hindi si Yao Yao. Hindi si Yao Yao na lang. We have the opportunity to invite the character to join your party. Tay ship ball. Saan tayo? Ah, dito. Alright, wala. Part 3. Oh, ini sampai tuh. Pwede ko na sa taas pa. Ah, shit. Yuko. Ano yung ginagamit ko si... ano dito? Hop! I'm here. Koko da. いつもここで音楽と共に修行するのが好きでな。も、もも、もももももどうしよう。おいら耳がダメになっちゃったかも。何も聞こえないぞ。鳥が鳴いて水の音がサラサラ。このような落ち着く音は、バンミュージック。主らが探しているものではないのか？あ、おいらさっき話の途中だったし。もう、おいらが悪かったよ。しんかくん、おいらたちが探しているのは自然の音とかじゃなくて、楽器とかで奏でる旋律のことなんだ。旋律？ネルシリーラン。あの女、お前
前が自分で歌えばいいんだろ。新曲も聞いたことあるあれとかさ。Sorry. Hindi ko mas okay pa si Lumin. Nay. それってこの前ウンキンが劇で歌ってた歌か。そうだな。その旋律なら音楽って言えるぞ。過去に戻ったような気分になった。目を閉じれば空を舞う満天の小灯が目の前に浮かんでくるような。まるでまた皆と一緒に軍玉閣で祝杯をあげているかのようだ。ウンキンのステージを見たとき胸の中が温かくなって。酒が腹に入る季節の温かさを感じている。今日再び無視からこの歌を聴いても当時の気分はまるで変わらぬ。音楽にこれほどの力があるとはな。進化くん、オイラが思ってたよりもずっといっぱいの感想が出てきたな。音楽って確かに人にいろんなことを思い出させるよな。まるでオイラたちが今まで経験してきたすべてのきらめく瞬間を。ギュパンはどうだ。何か印象に残る旋律とかないか。両親が子守歌を歌ってくれたことがあるかどうかはもう覚えていません。リンエの民謡以外に今思い出せるのは不当の船員たちの歌声、リオハーバー、老舗の商人たちの呼び売りの声、そして街に聞こえてくる奏者の弾き語り。その通りです。以前はこのような旋律を聞くたびに距離感を感じていました。民衆にとって私は人でないものでしょ。私は人の芸術や感情をうまく理解できず、その生活に溶け込むこともできませんでした。少なくとも以前の私はずっとそう思っていました。でもだんだんそれらすべてが自ら思い込んだだけの束縛のようなものなのではないかと薄々感じるようになりました。それらの旋律から私が感じたものは他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って月が落ちて、日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違ってもみんなそれぞれの生活を過ごしていても、とても平凡な日常があって、街で見聞きすることがあって、結局みんな同じですよね。そうだな。カオも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、国政とか神格とかはどうだ。あいつらだってそうだろ。そう、我は友達だ。同じ死についていることを考えれば兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我らの関係は友達といった方が近い気がする。皆さんありがとう。春になって花が咲いたら国政を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。さまざまな花を植えているから、中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。友達なのだから遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法はすべて主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば次はもっといいものができるはずだ。鑑賞用のものは分けておくから、残りは全部食べていい。それでは先にお礼を言わせてください。ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか。そうなのか、我にもわからない。
もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか。不敬な真似をしておるのは誰だ。わらわを鮮明ではなく船長などと呼ぶとはな。師匠、シンク出た。これぞ天から降りてくる大船長だ。この方ではなくこれだと。しばらく見ぬうちにお前はますます調子に乗るようになっておらぬか。まあよい、ここはわらわが大人になってやる。缶の書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ、わらわについてくるか。我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。うむ、日が暮れたら船夫でわらわを待っておるといい。せっかくの祭りだ、己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。消灯を飛ばしたかったらいつでも来てくださいね。ありがとう、怪盗祭を祝して。紀州という名について、カーンは無論知っておると思うが、お前たち聞いたことはあるか。紀州とは塵の魔人ハーゲンテス。彼女は元気な性格で発明と賑やかなことが大好きだった。はるか昔、ここの町はまだ繁栄していた。紀州はよく友人を自宅まで連れて行き、その一番大きな石の食卓へと座らせたものだ。鳴海製菓のやつはいつも誰よりも先に新しく集めてきたお宝を卓上に並べておった。あいつは性格は穏やかだが、好きなものに関する話となるといつも自慢ばかりなのだ。覚えてるぞ、まさかあの鳴海製菓神君だったなんてな。彼はわらわたちの旧友であり良き好敵手だった。やつのことを思い出し始めるとまたいろんな思い出がよみがえってくる。やつがお宝を出すと途端に皆は落ち着かなくなってしまうのだ。
我先にと強化を競い始めるのだからな。わらわと奇襲ももちろん他の者に遅れを取ってはおられぬ。それでそれぞれ自信のあるからくりを食卓に並べるのだ。仙人というものはそれぞれの能力を持つがゆえに誇り高いものだ。そのせいでわらわはいつも鳴海聖火と言い争っておった記憶があるな。何せ奴が得意なのはただのお宝探しで、手持ちのお宝の中に自ら作ったものは一つもなかった。いつも己の手で作り上げているわらわと比べれば遠く及ばないのだ。シン君、またムキになり始めちゃいましたね。話を戻そう。まあそういう時、奇襲は高みの見物を決め込むやつだった。口喧嘩に混ざってくることもあったが、多くの場合は皆と共にザレ事を言ってきたものだ。ザレ事って？それこそ何でもありだ。時にもう口喧嘩はやめましょうよ、どうせ二人とも私に勝てやしないんだから、などということもあれば、時にあの二人の喧嘩が終わったらみんなで一緒に山を降りて焼肉でも食べに行きましょう、などと。彼女のことだ、あれで皆を元気づけようとしていたのだろう。まあ確かにそれなりのコツを知っておったのは認めた。何せわらわを不快にさせたザレ事は一つもなかったからな。それに彼女から船長だの白いのだのとは呼ばれたことがない。お前そんなぐちぐち言わなくてもいいだろう。とにかくわらわたちが議論に燃えていると、いつもかまど神マルコシアスがおいしい料理を持ってきてくれた。かまど神の顔を立てぬ者は無論いなかった。ああ皆争いをやめて食卓を片付け宴を始めるのだ。そういえば当時帝君が持ってきてくださった杯はいつも真四角なもので、わらわは習慣に合わないとよく文句をつけていたのを覚えている。だがお前たち四角い杯など使うか。お前は思いやりがある、それもよい。美徳の一種だ。かまど神の料理を作る腕についてはわらわですら文句をつけがたい。食事中奇襲もまたいろんな話題を持ち出して、ああだこうだと皆の笑い声は止まらなかった。あの老骨どもにはそれぞれ悪癖があった。にもかかわらず奴らと一緒に食事するとなると、あんなにも楽しかったのはなぜだろう。わらわは高いところから日が昇り月が落ちるのを見届けて、時が来れば宴はしまいだ。歌人老一神君はそのまま残って、よく奇襲と一緒に短い花見をしてから帰ったものだった。あの頃はルリユリがここからあちらまで花の海のようにそこら一面を覆い尽くしていたのだ。歌人老一神君ってピンです。皆さんよくご存知のピンバーヤのことですよ。ああなるほど、あいつかって。違う、昔話は面白かったけど、オイラたちは仙女を探しに来たんだろ。それとも仙女ってその奇襲のことか。でも当のそいつはもう、はあ、わらわがこの地をずっと訪れなかった理由は、この廃墟に触れて心を揺さぶられるのが嫌だったからだ。
お前がこのように請求にあれこれ聞いてくるせいで、わらわの感傷的な気持ちが無駄になってしまったではないか。まあよい。今から詳しく説明してやる。Oh shit. 仕掛けの術のことでよく奇襲と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて二種のからくりを批評してもらうため、最も公正なる元王帝君を宴に招いた。なんと帝君は奇襲の栄子からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。口にしたくはないが、わらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において奇襲は確かにわらわより一枚上手だった。奇襲と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと奇襲は考えていた。対して歌人は、音楽は魂の発する感情ありきの声だと言い、からくりが自発的に作りはしないと考えた。二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて奇襲は敵に敗れ、戦場で散った。わらわや家人が着いた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後家人の要望のもと、元王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわの旧友の考えを継いで、奇襲機を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。でまだ見ない。何を見ている、桐原か。この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ、仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれぬ。わらわは淡泊な性格ゆえに、感情も控えめで交際を好まぬ。奇襲との付き合いも仕掛けの術の議論によるものだ。でもお前は結構友達が多いし、おしゃべりも上手だと思うぞ。人前でひるまぬことと友人作りが好きということが等しいわけではあるまい。わらわのようなものを陽気な内向型というのだ。そもそもわらわは歌人老一とは違う。あやつはキリッとした性格だが、それでいて繊細さも併せ持つ。その上口も利く。奇襲との友情といえば、あやつの方がわらわより深いはず。あの二人はかつて好敵手だったからな。何度も作曲で勝負したことがある。その先人の鈴も奇襲の自信作だぞ。作曲だけでなく演奏だってできる。変だな。先人の鈴はピンバーヤが旧友から借りたものだって言ってた記憶があるぞ。若い頃綺麗なものが好きだったからとかも言ってたよな。綺麗なものが好きだったからだと。My foot. バカを言うでない。この鈴には悲しい思いが秘められておる。
言い出せるような時でもなかったゆえ、あえてお前たちにはそういう風に告げたのだろう。それに旧友となると他に誰がいるというのだ。当時勝利という名の人が鈴を借りたいと言っておると聞いた歌人老一はすぐにそのものを帝君だと推測した。その上帝君が重要な決断を下したと判断したのだ。長年の付き合いであるゆえそのくらいのことは互いに思い当たるというわけだな。合言葉みたいなもんだったってことか。すごいな。話がまたそれてしまった。どこまで話した。ああ思い出したぞ。先人の鈴は仕掛けの術によって奏でられる伴奏にぴったりなものだ。創戦の儀式においても幾度かその力を発揮してきた。その後歌人老一があえてそれを持っていったのは奏奏曲を作るためではなかった。彼女が鈴を揺らして音を出すとき奏でられる旋律はいつも紀州が作ったあの曲だった。あの二人は音楽において思想のぶつかり合いがあった。しかし誰も思っても見なかったことなのだが、紀州が言った後歌人老一が金をつまびいて彼女を忍んでいると二人の作った旋律が次第に一つになっていったのだ。歌人老一もかつては賑やかなことが好きな性格でな、お酒や歌が好きだった。しかし紀州が行ってしまった後は他の者とあまり付き合わぬようになった。いつも一人で山頂に座って金を引きながら考え込むようになったのだ。その音は悲しみに満ちていたり穏やかだったり感情が高ぶったり、何年過ぎた頃かは知らぬが、やがて奴はようやく満足のいく曲を作れたようだった。雲に向かって曲を奏でることでその喜びを示したのだ。残念ながらわらわがその曲を聴けたのはあれっきりだが、お前たちの調べておる件だが、もしかしたらかのフォンテーヌ人の先祖はその頃水に溺れ歌人老一に救われたのかもしれんな。でもどうしてティンバーヤは満足できた曲を一回しか奏でなかったんだ。ふむ、わらわも気になってしょうがなかった。だから彼女に問うたのだ。こんなに手間をかけて編曲したものをなぜもう奏でないのだと。すると彼女はこう言った。金の弦は切れていないが死因はもう行ってしまった。龍雲、この曲は誰に聴かせればよい。ティンバーヤ、幼い頃のことはシン君の世話になっていたことしか覚えていません。魔人戦争が終わった後、私は契約を果たすためにリーユー校に残りました。紀州には何度か会ったことがありますが、そんな過去があったなんて知りませんでした。紀州は先を見通すことのできるものであったが、この世から去るのが早すぎた。雲海道展にある図面は未完成のままで、残された空白を思うといつも忍ばれる。かの仙人を探していなければこのような王子もおそらく砂人の中に封印されていたのだろう。今お前たちは人を救った仙女が歌人老一神君だと知ったわけだが、彼女とこの件について話すのか。
のことでピンが悲しい思いをするのがシン君は心配なのですか？その通りだ。わらわにとっても歌人老一にとっても旧友が言ってしまったことはあまり触れたくない悲しい記憶だ。でも僭越ながらそれもあくまでシン君の推測に過ぎないのではないでしょうか？お？というと？ご存知の通り、私はリーユー校に長い間おりますから、多くの人々との別れも味わってきました。家族や親友がいなくなる痛みや辛さは、身に染みてわかっています。でも、町も人も、前に進み続けているんです。ピンは聡明な人だからこの道理を分かっているはずだと思います。仙女が一人山の中からいなくなりました。でも同時に人の世には人生の先輩が一人増えました。私たちは失うこともありますが、得るものもまた増え続けています。いろんな人を助けた彼女はこれからももっとたくさんの人に進むべき道を示してくれるでしょう。そして彼女に助けられた人々は彼女の友人になって一緒に花見をしたり音楽について議論したりしてくれるはずです。親友を亡くすのはもちろん悲しいことですが、人生はそれでも続いていく。その先ではきっと新しい友人が彼女を待っているはずです。怪盗祭に音楽祭を取り入れることについてもオイラたちピンバーヤの意見を聞いたんだぞ。いっそのことあいつも誘ったらどうだ？もしかしたらピンバーヤのステージが見られるかもしれないぜ。まったく若者の割にはよく考えておる。じゃあシン君も一緒に来ませんか？ピンもあなたとは久々の再会ですし、それに怪盗祭の間リーユー校もお祭りのために新しく飾り付けられているんですよ。怪盗祭だからといって何の新しいものがあるというのだ。あやつのことにしたって会いたければいつでも会える。それは違うと思います。毎日のどんな時間も毎年のどの月もそれぞれ全く違うものです。ずっと待っているだけというのは良くないです。まあ今回持ってきてくれたお菓子はなかなかのものだったからな。よかろう。わらわは先に失礼する。他の老骨どもがこっそり町に遊びに行っていないかどうか見てやろう。では私たちもシン君をあまりお待たせしないよう急いでリーユー校に戻りましょう。桐原桐州、あのもしちゃんと栽培して手入れをすればいつの日か桐原にまた一面のルリユリを咲かせられると思いますか？わらわは先ほどの褒め言葉を撤回するぞ。お前という子はやはり甘い。え、シン君まだ言ってなかったんですか？お前たちがずっと動く様子がないから気になって戻っただけだ。次こそ本当に行くぞ。いいよ。Fortunately, Harbour talked to Madam Ping. Right. Shit.
ずっとアスプレッション。Una pa, a ver.その足の速さだけは褒めてやる。わらわもついたばかりだぞ。今日はどういう風の吹き回しだい？みんな揃ってバーヤを見に来て。船長のお姉さん、まだ話してないのかよ。何を話すというのだ。それになぜわらわが話すことになっているのだ。ピンバーヤと一番長い付き合いなのはお前じゃないか。歌人そうではなく、ここはピンと呼ぶべきか。リュウン、今日は話し方もいつもよりかしこまっておるのじゃな。その、時は怪盗祭、好天に恵まれ、風からは花の香りが。お前に任せた。え？はい。始まりは先祖を救った仙人を探すドボルザークさんに私たちが手を貸そうとしたことでした。龍雲神君から仙楽を奏で水に溺れた人を救ったのはまさにあなただと聞きました。おお、なるほどな。うん、確かにそのようなこともあったの。そんな昔のことをよく覚えてくれておったの、龍。さらに珍しいのは、凡人の寿命は短いものであるにもかかわらず、昔の出来事がこのような形で今まで語り継がれてきたことじゃ。またあいつの思った通りだったの。あいつって紀州とよく呼ばれておるやつのことじゃよ。龍雲の表情からすると、もう彼女のことは聞いておるんじゃな。わらわが望んで話したわけではないぞ。よいのじゃよ。怪盗祭はまさにリーウェを守ってくれた英雄たちを記念するためのお祭りじゃ。紀州は今日のこの壮大な景色を見ることはできないが、英雄の名にふさわしい存在じゃった。そのさ、紀州は一体何て言ったんだ。知恵ある彼女は、人間とは弱き生き物であり、それらを守りたいと初めの頃に言ったのじゃ。だが多くの人と接した後、彼女の考え方にも変化が生じた。人の心はなんと繊細で精巧なものか。その英知や努力はあまりにも輝いていると、あいつはよくしみじみ感じておったものじゃ。そして決して人の潜在能力を軽んじてはいけないと、少し導いてあげるだけで比類のない強き力を発揮できるのだと。いつかは人が彼女と同等の力を持つようになり、互いに学び成長を促せるような存在になるかもとも言っておった。口だけはよく回るやつだ。あやつが仕掛けの術においてわらわに勝てるのも、そのよく回る口が
大半の勝因だったわけだからな。そういえば龍、あのからくりの盆景をまだ覚えているか。あなたたちが送ってくれたプレゼントじゃ。無論覚えておるぞ。あれを作るのは大変だったからな。あれはわらわたち二人の技術の真髄がこもっていると言っても過言ではない。奇襲はな、すべての草や花が集まってこそ私たちの家だとバーヤに告げたんじゃ。目の前にあるこのリーウェと同じじゃよ。ピンバーヤ、なんだかセンチメンタルになってるみたいだな。バーヤたちの中では彼女ほどこのように賑やかで盛大なお祭りが好きな存在はいなかった。彼女がまだいればきっと飽きもせず龍雲たちと作品の勝負をしておったのじゃろうな。リーウェ校では新年や節句のたびに音楽が奏でられる。音律についてはきっとあやつはお前のところに行って共に鑑賞し語り合ったはずだ。そうだ、音楽。ピンバーヤがその時奏でたのって一体どんな旋律だったんだ。それにそれに、ピンバーヤがそんなに音楽に詳しいんだったら、すぐ手配いたします。興ざめなことを言いたくはないんじゃが、金はのう、もうずいぶん長く弾いておらんのじゃ。腕がなまってしまった。曲を弾くたびにあいつのことが思い出されての。バーヤが編曲した旋律を果たしてどう見てくれたんじゃろうな。一時期金を弾くとあいつが隣の石の腰掛けに座っておしゃべりに付き合ってくれておるように感じておった。衣装同点も鳴海聖歌もみんな昔のまま。時間がどんなに過ぎたとしても曲を奏でるだけで全てが記憶通りによみがえってくれるんじゃ。やはり昔のことを吹っ切ることはできませんか。完全に吹っ切れたというと嘘になるからの。じゃがどれほど悲しいと言っても悲しみのほかに美しいものもいろいろと見れた。この人の世で生活しているとな、永遠に悲しみに浸りたいと思ってもそれがまた難しいことなんじゃよ。ほれ、バーヤの盆景はとても綺麗じゃろう。素直な心境になって初めて悲しみに直面できる。お前は確かに少し成長したな。とにかく若者の舞台なんじゃから、バーヤは遠慮しておこう。ピンバーヤがそう言うなら。バーヤ、グレイニー。おや、みんな大勢集まっちゃって何か事件でもあったのか。えんひ、心配無用じゃ。大丈夫じゃよ。みんなバーヤに顔を見せに来てくれたんじゃ。いいことならいいんだ。ちょうどいい機会だから私からも挨拶させてくれ。怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して。あ、私急に思い出したのですが、月海亭での仕事についてエイヒと相談しないといけないんです。それがずっと機会がなくて。ロボルザークさんの方はお願いしますね。シン君、ピン、先に失礼します。マダム、ピン。今からどの分野の事件を。カンウ先輩。カンウという子はやはり嘘をつくのが下手じゃな。わらわのおしゃべりのコツをちっとも吸収しておらぬとは残念じゃぞ。めったにない機会じゃ。
リュウ、少しくつろいだらどうじゃね。お茶を入れるから、ちょっと話でもしようじゃないか。ふむ、わらわもやぶさかではない。今度そのフォンテーヌ人の方に会ったら、ばあやの気持ちも伝えてくれるかい？音楽祭が大成功を収められますようにと。任せろ、ティンばあや。ありがとうね、ばあやの話をいろいろ聞いてくれて。あの旋律についてはいつかばあやの準備が整ったら聞いてあげよう。やった、楽しみに待ってるぞ。金の音が再び奏でられれば、彼女もまたリュウエコーに舞う無数の砂塵のように、地上や空から近頃の繁栄ぶりを見て、どこかでこっそりと北総へもやもしれんの。じゃあ早速この情報をドヴォルザークおじさんに伝えてやろうぜ。ドヴォルバーク、行こう。ダブルザークおじさん。お、黒星もいるな。解凍祭の準備、お疲れ様だぞ。こんにちは。そっちは順調だった？順調、順調、絶好調だぜ。おじさんが探してた、見つけられたぜ。ほ、本当か。私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を偲ぶために奏でたものだったのか。だからこそそれほどまでに美しく人を引きつけたのだろうな。お、おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。しかし、やはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的に老いることはないらしいぜ。だから歌人老一神君、つまりオイラたちのよく知ってるティンバーヤは、自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ティンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国政の方がオイラより言葉選びが上手だな。オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ちゃんと、ああ、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、すべてをこのショーに捧げたい。あ、そうだ、ティンバーヤから音楽祭が大成功しますように。だってさ、あいつはいつもの場所で遠くからだけど、このステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。本当か。はあ、いけない、緊張してきた。ダメだ、リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん先に失礼する。おじさん、早すぎるぞ。まだ話が終わってないのに。この前あいつ、人にとっての音楽の意義を聞いてきてたよな。今回の件でこれも多少は収穫ありってところか。新しい感想があるならぜひ聞かせて。音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪事を働くこともできるんだって、オイラたち気づいたんだ。音楽を聴くと
楽しくなったり感動したり、時には悲しんだり懐かしくなったり、音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれるってどこかな。君たちもいろいろあったみたいね。構わないわ、後でカウンは全部教えてくれるはずだから。国生はまだやることがあるのか？ええ、でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。ええ、怪盗祭を祝して。ドメリムナルマ、これで全部片付いたな。おや、待てよ、何か忘れてる気がするぞ。なんだっけ、初めから思い出してみるぞ。ああ、あの高なんとかの竹の子だ。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。間に合わなくてもオイラたちのせいじゃないぞ。自分で取りに行かないあいつのせいだからな。まあいいか、そんなことより往生堂に向かおうぜ。Ne m'arrête pas assez haut, top. Allez. Iko! Hop. Iko! Oh!の私と遊びたくて来たのかな。お前たちどうして真っ昼間に往生堂の前でヒップホップの練習をしてるんだよ。我が友よ、しばらく見ないと思ったらあの度胸はどうしちゃったの。ここは山を背に水辺があって空いてる空間も広い。その上見えない観客たちが見に来てくれてるから練習にはぴったりなんだよ。見えない観客、ここ数日付き合ってきてあたいはやっと風同士の喋り方に慣れてきたぜ。初めの頃は新栄さんもかなりびっくりしてたでしょ。巨大なカエルを見たみたいに。よせよ、痛いところをつかないでくれ。どうしたの？そんな困ったような顔しちゃって。しょうがない、思いやりにあふれたこの私が説明してあげるよ。芸術の才を集めしイルデッセンスツアー、路地裏に潜む詩人の私がこのチャンスをみすみす見逃すわけにはいかない。私が詩を書き、新編が指針を決め、恩先生は繊細な細部を作り込む。この開幕を直家から最もビッグな霊下に。そんなガラプシャハイ、なかなかいい言いを踏んでていいんじゃないか。って違う、なんでオイラまで踏まなきゃいけないんだよ。でもこんなことして何か安全面のリスクとかはないのか。それについては心配無用だぜ。あたいには舞台の経験があるから、使おうとしてるものの火力についても幽閉に事前報告済みだ。信玄がそう言うならまあいいけど。彼はね、素敵な美食の箱を持って山登りに行ったよ。旧友を見に行くんだってね。勝利先生ならここにはいませんよ。少々残念ですが、あの方はかなりの玄人観客ですし、新縁さんの公演を心から楽しんでくださっていますから。おう、最初にここで歌うように誘ってくれたのも彼なんだぜ。でもまさか本当にここで練習できる日が来るとはな。へえ、言ったでしょ、私の往生堂はいい場所だよ。皆さんもっといらしてくださいな。
毎回新しい発見ができるはずだよ。それは認めます。フータオさんはいつも新鮮な嬉しい驚きをもたらしてくれますから。それにショッキングな驚きもな。そういえば深淵さん、あなたの歌詞について少し考えがあるのですが、聞いてくださいますか？うん、もちろんいいよ。パ。ああ、そうだ。旅人、パイモン。その山は五郎山って言うんだ。間違えないでよ。勝利さんを見かけたらこう伝えてくれる？うん、そうだな。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来て。あなたたちも一緒に来てね。この私が用意した宴会なんだから面白さ満載に決まってる。はい。มันทูลุกจนลายเวลาเลยโอ้ my god リード行こう。ユッキー No 見えたぞ。戦力と戦場2号だ。知った顔だ。リーウェイ港から来たのだな。町の様子は最近どうだ？バッチリだぜ。気になるんだったら自分で確かめに行ったらどうだ。昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーウェイ港の様子もとっくにその目で見てきただろう。ちょうどいい時に来たな。エクボルタイム。本格的なエンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって速成を促せば、ある意味近道ができる。その装置ってまさか。龍雲のからくり調理人機だ。貸してもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。やっぱり何でもないぞ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると、やっぱり勝手に名前を変えるのは良くないよな。また見聞を深めてきたのか。それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ必要はない。世間を渡り歩くこと自体がそもそもある種の経験の蓄積なのだからな。エンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。そうだ勝利、フータオから伝言を預かってるぞ。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。だってさ、Next. 応援って多分怪盗音楽祭のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福の言葉を伝えておいてくれ。宴会の方は、同種がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。じゃあまた宴会でな。ああ。約束する。テイ君、
イエンドゥシェンが出来上がったぞ。ああ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い、この料理装置の技術もなかなかのものだ。わざわざここまで足を運んでくれたのに、無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが、包むから持っていくといい。熱いうちに食べるのがいいぞ。おい。别逗的云。你别的。哎，宝贝。Is it an eagle? イリデセンスツアーのステージに出られて、あたい、すっごく光栄だぜ。それじゃあ、フータオとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでいってくれ。その名も。明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで。はい。天智園様のおごりか、存分に楽しまないとな。しゃう。来年も良い年であるよう。きっとそうなる。師匠、小刀、我は小刀ごとき、師匠が今から新天道地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェイ校に行って人々に見せつけてやるといい。
あの方ねばよ。よし、これいっとこい。What's up? Nag-loading pa ako. Angs. May nagarinig pa ako, may nag-fireworks ah. Saan yun? Ayun sila. Shin yan, Yunjin. Ito, si Hu Tao. Ayan. Yosh! Atay mo isoyde! Shin-kyoku-kukuri ni shu-chuu shinai to na! Mo! 夢が一つ叶ったばかりなのに、また新たな目標を見つけたのですか？あんただってそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは新縁さんですね。都仙宝仙というのはいかがですか？おお、臨場感が半端ないぜ。主題を引き立てる宣伝文も考えました。金天竜音、雲間にとどろくとしましょう。 Right, wait until the following night, 1994. Ito, may gagawin na ako. Dog mo na. 1924. Forsh. Ay. Ay, shit. Isa pa? What the hell?勝利先生は博識であるとかねてより聞き及んでいたが、まさか料理にも精通しているとは。勝利先生のような方と知り合えたのは僕たち後進の者にとって実に光栄なことだ。そんなことはない。皆優秀な若人だ。それぞれが得意な分野を持ち、それこそ俺が目を見張る部分もある。共に精進していこう。勝利殿、そんな大げさな。そのもしよかったら僕に妖魔退治の法術を少しご指導いただけないだろうか。奉仕の妖魔退治か。少しかじった程度ではあるが、それでも問題なければ時間を作って手ほどきを。うわあ、もう人がいっぱいいる。プータオが勝利を招待してるのは知ってたけど、まさか友達がこんなに集まってるとは思わなかったぞ。ひひ。みんな、怪盗祭楽
今年もいい祭りだな。二人もお祭り楽しんでる？コース。私もだよ。前にも深淵のステージは見たことあったけど、今回みたいなのは初めてだったな。観客からもかなり評判が良かったみたい。だから最近は出演の依頼が一段と多くなってるんだって。すごく忙しくて、運金も手伝いに行ってるほどなんだよ。ああ、二人ともお前たちによろしく伝えてくれと言っていた。それから祭りと食事会を楽しんでくれとも。確かに素晴らしい公演だった。ただ見終わった途端、まさかシャンリーの創作意欲が爆発するとは。そのせいで僕たち二人は大変な役を押し付けられてね。うん、二人？シャンリーの試食役は僕だけじゃなかったのか？別にそこは重要じゃないだろう。それに君が食べたら僕も食べたようなものさ。僕はそんなこと気にしてないけど、言われてみれば確かに一皿残らず趙雲に押し付けてたっけ。なに、シャンリンが新しい料理を作ったのか。おいらも食べたいぞ。うんうん、パイモンは私の料理が大好きだもんね。ありがとうパイモン。ああ、ショールさんにも感謝しないと。私の新しいレシピにぴったりなアイデアを出してくれたからね。じゃあさっきはそのことについて話してたのか。ああ、食事会だからな。話題はおのずと料理のことになる。シャンリンはよく己の道を邁進するが、その食材の選び方や味付けはどれも音の調べのように舌の上で踊り出すものだ。俺の意見はただそれに花を添えただけに過ぎない。私なんだか照れてきちゃったよ。勝利さんの案を取り入れてレシピを調整したらまた料理の試食をお願いするね。まあそれなら大丈夫そうだ。なら次は僕も試食しよう。料理といえばさっきから何かが足りないような。あ、オイラたちを招待したフータオはどこにいるんだ。あと、グーパーもいないぞ。グーパーなら、なんだかやる気に満ち溢れてて、お父さんのところでお手伝いしてるよ。ほら、怪盗祭は料理を食べに来るお客さんが多いって、あなたたちも知ってるでしょ。グーパーが万民堂に残って手伝ってくれてなかったら、私もフータオの食事会に来る時間を作れなかったかもしれないんだ。でね、フータオは…同志はある客を迎えに行くと言っていた。俺にここで先に皆をもてなすようにと。時間を見るにそろそろ来る頃合いだと思うが。フータオがわざわざ呼びに行くなんてな。それってきっとすごいやつなんじゃないか。まさか国政教皇、それとも北斗か。それが同志の口から聞くことはできなかったんだ。部下である俺が詳しく聞くのもあまり好ましくないしな。あ、で。じゃじゃーん。私たちの到着。あ、遅刻してない。遅刻してないよね。うんうん。この体勢は私と同じで風のようにスイスイだったから時間ぴったしだ。地震というのは高魔耐性のことであったか。ご孔明はかねてより聞いている。同志から誘いを受けた際に説明がなかったゆえ、まさか若き英雄だけでなくリーゆえの安寧を守る金宝大将まで来るとは予想していなかった。こうして皆が一堂に会するとは実に上々だ。A few days ago at Wang Shui.
right, 真的。たぐらいな。たぐらいな。大丈夫。あれ。あ、もうすぐ回答祭ですが。今日、テイ君が突然訪れたのは、うん、同志の性格だが、俺も手を焼くことがあってな。テイ君を悩ませるとどのようなことでしょうか。祭りのためにごま油を購入するよう同志から言いつけられている。ん、テイ君、ごま油を買うのになぜ防除旅館まで歩いて。ああ、元将と少しばかり世間話をした後、調味料をいくつか譲ってもらったんだ。あとはほら見てくれ、ほら松茸を数本とハムを一つもらった。ではごま油は。ああ、それが残念ながら同主が望む品はなかった。かっけえ殿、それは少しばかり。ああ、この人また始まっちゃった。客人を立たせたままそんな世辞ばっか先に言うんだから。この場にいる人はみんな外では名の通った大物でさ、多かれ少なかれお互いのことは耳にしたことあるでしょ。もともと知り合いだって人も多いし、そんなにかしこまらないでよ。公務体制も旅人と結構仲がいいんだって。おお、それなら二人は隣の席に。同志もどうぞ。あれ、やっと私のことを思い出してくれたの。そうだ、さっきここに着いた時、前もって注文しといた料理ができ始めてるって新月軒の店員が言ってたんだ。さてさて、それじゃ早速料理を出してもらおっか。没够了。そういえば、まさかフータオが迎えに行った客人がショウだったなんてな。僕も初めて旅人とパイモンがコーマ体制の友人だと知った。チョウンもショウと知り合いなのか。知り合いとはちょっと違うな。でも名前はかねてより存じていた。パイモンは知らないかもしれないが、僕たち奉仕一門はコーマ体制と少し関わりがあるんだ。表と裏で共にヨーマを退治してきてもう随分と長い。まさか同志のおかげでこの目で見ることが叶うなんてな。コーマ体制、僕の名はチョウウン、以後お見知りおきよ。ああ、名高いコーマ体制にお会いできるなんて僕も光栄に思います。この前チョウウンからちょうど話をお聞きしたところなんです。コーマ体制に妖魔退治を行う奉仕の大切さを絶対に分からせてやると、そうチョウウンが言ってました。あ、それなら私たちも知り合いだよ。以前料理王決定戦の時に私の料理を仙人さんに試食してもらったんだ。まさかまたお会いできるなんてね。回答祭を祝して。百聞は一見にしかずとはまさにこのことです。僕はシャンリンとチョウンの友人でユクアキと申します。僕のこと。おお、みんないきなり礼儀正しくなったぞ。
なんだか会話に入りづらいな。少様、コウマ仙人、大聖、ハイボンもよろしくお願いしますだぞ。これでもかなり頑張って言葉を選んだんだぞ。ケチつけるなよ。みんな、そうかしこまる必要はない。そうそう、コウマ大聖の言う通りだよ。知り合いが集まって食事してるだけなのに、そうやって礼儀正しくしてたらかえって場が緊張しちゃうでしょ。気を使わせるためにみんなを食事会に招待したわけじゃないんだから。じゃあプータオは何が目的でみんなを呼んだんだ。親族や友人を招いて集まり、手に持った味わい深い茶を共に飲みながら空へと昇る明かりを見る。これこそ旧年に別れを告げ、新年を喜ばしく迎え入れることだ。以上、勝利さんが言いそうな言葉でした。みんな拍手するように。その通りだ。フー同士は俺の真似が上手であられる。私はね、ただ賑やかな場が好きで、みんなに美味しいものをご馳走したいだけなの。この1年みんな頑張ってきたでしょ。生活も旅もガイドも、それから料理や商売、妖魔大使、夜叉の務め、往生堂の仕事を時々手伝ってくれる格好もね。うんうん、みんなすごかったってことじゃん。まあそんなみんなを集められる私が一番すごい人だけどね。確かに、ただ調子に乗ってるだけのようにも聞こえるけど、BU エコーにあまり来ないショーまで呼べるなんて本当にすごいことだぞ。お前が考えてるほど複雑なことではない。なんて long as one shoe in again。またがだなま。お神じゃなくてオーナーよ。本当に元気な子ね。あっという間に行っちゃったわ。コウマ大聖、商船人、ボージョ旅館の守護神、敵家衆の大英雄、ね、いるんでしょう。静かにしろ、そう騒ぐな。そうしないと姿を見せてくれなかったでしょ。お前のことは知っている。王城堂77代目同士、我に何の用だ。バレコレ。確かにフータオ同士がしそうなことだ。つまりコウマ大聖がいらしたのは、そのフータオの旗迷惑な行為をやめさせるためだったのか。ほう、他にも理由があるように俺は思う。さすが勝利さんは賢いね。え、まだ続きがあるの。でも続きはつまらないよ。
ただ往生堂の諸々と先週夜叉の過去について話してご機嫌取りをしただけだから。魔人戦争中は争いが多発し災禍が絶えず、人々は病や死による苦しみから逃れられなかったという。先週は妖魔を払い、戦艦軍は力を振るうも苦戦を強いられた。そんな中、往生堂は疫病の排除や暴君を送る責務を全うした。戦乱の最中、こうして生死の境を明確に分けることでさらなる最悪の訪れは免れた。そうそう、そういうこと。勝利さんに1ポイント。でもそんな古い中でも高魔耐性を招待するにはだいぶ時間がかかったんだ。おう、やっぱりあなたは知ってるんだ。これは避けようのないことだ。我はその影響を考慮しなければならない。確かにね。で、私も考えたんだよ。だから今日は元素力と縁のある友達しか招待してないんだ。食事だけだったらそんな大きな影響も出ないでしょ。ただこうも人が大勢いるとは思わなかったから。高魔耐性、そう心配なさらないでください。今のところ僕たちは何の不調も感じていませんから。特にこの少年奉仕は巡洋の力を持っています。そう簡単にへばったりしません。それとこれとは話が別だろう。あとさっき人参を僕のお椀に入れてなかったか。あ、目をそらすな。まったく、何のことを言ってるんだい。今回は超運の肩を持つよ。私も見てたから。今日グーパーがいなくてよかったね。グーパーは食べ物を好き嫌いする人を見るのが大嫌いだから、無理にでも行く秋に食べさせてたと思うよ。え、グーパーってそんなに執念深い性格だったの。けど確かに前にシャンリーからグーパーはかまどの神だって話は聞いた。その民間伝承を聞いたのか。こうやって今は支障ない。少し前、怪盗祭より前にある古い知人に会った。その彼の助けもあり、我の状態はだいぶ落ち着いている。お前も知っていると思うが、彼は。Oh, shit. 風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせる。ああ、つい続きを口にしちゃったぞ。でも、この聞き慣れた声って。あれ、私の聞き間違いじゃないよね。外に誰かいるのかな。勝利さんもぼーっとしてないで、早く扉を開けてあげて。面倒はかけないよ。お邪魔します。ヤッホー。おっしゃせ20、はい。タバコを入れてくれたね。ヘヘ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 ヘ。今日の出会いはまた新しいもの。新しい友人に古い友人たち。みんなお祭りを楽しんでるかい。あ、金魚野郎、どうしてここに。おやおや、爽やかなお兄さんの登場だ。見たところ将来私の友達になりそうな雰囲気を感じるね。来る者みんな客人なり、出会いとはこれまさに縁なり。何も言わなくていいよ。はい、座って。料理は好きなものを取っていいからね。おっと、食器を一人分追加するよう言わないと。おや、このお嬢さんはまるでお花のようだ。朝の日のようにうららかだ。見た感じ、ここで最も主導権を握ってる人かな。おいしそうなものがこんなにいっぱい。本当に僕も食べていいの。じゃあ遠慮なく。あ、君は。あや、新緑先生じゃん。新緑先生。よーく見たところ、新緑先生のファンだよね。実は以前ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだ。ほんと、もっと早く知り合いたかったよ。新緑先生の新作をあんなにも分析できる人が
僕以外にもいるなんてね。ウェンティさんも実に謙虚だ。しかの際なら君の方が一枚上手じゃないか。うん、つまりこちらはユクアキ殿の知り合いだったのか。そうなんだ。それにショウも僕のこと知ってるよね。ついこの間話したばっかだし。ああ、年の瀬が近づき、怪盗祭の時期になるにつれて妖魔の動きも活発になり始める。前に敵家衆一帯を見て回っていたところ、たまたまこのあれ、まだ数日しか経ってないのにもう忘れちゃった。職業は銀融詩人だよ。さっきパイモンが言ったように敵家衆で詩を読んでたんだ。ああ、我がこの銀融詩人と会った時、確かに敵家衆で演奏していた。その音色は抑揚のある美しい調べで、心を落ち着かせるものであった。我は思わず長いこと足を止めてしまった。その音色に耳を傾けながらな。どういたしまして。そうか、状況は俺も理解した。俺の名は勝利。今は王城堂に勤めている。新たな友と知り合えて何よりだ。うんうん。で、私が彼の上司ね。もし格系の仕事に何か不満があったら、いつでも言ってちょうだい。同志には気を使わせる。へえ、なるほど。道理で君みたいな賢くて頼りになる同志がいるから、こんな見るからに優秀そうな部下を雇えるんだろうね。もうウエンティさんは口がお上手だね。うちの学系は本当にすごいのよ。天文から地理まで、昔のことから今のことまで何でも知ってるんだから。でも時々この人の古臭い話し方を見てると、仙人の誰かがお忍びで属性に来てるんじゃないかって疑っちゃうんだけどね。あ、コウマ大聖も仙人だったよね。ねえねえ、どう思う？我は悪いが、我は妖魔をほふることしか取り柄がない。学びには疎く、聞いたことがないな。あれ、そうなのか。ショウはいろんなことを知ってるし、オイラは物知りだと思うぞ。え？そうだな。ショウは無人で、普段町にも行かないからな。こういうの知らなくても当然だよな。へえ、そうなんだ。僕は勝利先生の名前は前々から耳にしてたよ。酒場にいるお客さんたちから、礼儀正しい若い男がモンドで一番の酒場に来たにもかかわらず、お酒を飲まないで言いにくい名前の熱いお茶を頼んだってね。そういえば俺も不意に思い出した。モンドには彼のような芸術家がいると噂では、気さくで温和な性格をしており、彼の生み出す作品は躍動的で生き生きとしたものらしい。モンドで一番の銀融詩人と言っても過言ではないそうだ。なんだか照れちゃうな。けどモンドの詩は全体的にそんな感じだよ。ただ創作のレベルはピンキリだけどね。例えば少し前に僕はこんな詩を耳にしたんだ。古き家は新たに生まれ変わり、春の風を迎えて過去の記憶が吹き抜けていく。意味は確かに伝わるけど、言葉のチョイスがありきたりで、あまり文才も感じられない。確かに文の構成がいまいちだね。私なら多分こうするかな。鶴によぼよぼの瓜一つ、それでも花は咲き誇る。おお、いい詩だね。雰囲気も独特でスラスラ読める。やっぱり私の目に狂いはなかった。ウエンティさん、かなりいいセンスしてるよ。はい、握手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 。なるほど。ああ、
ゆくあき。帰ったら何冊か本を貸してくれない？文章が上手なものをゆくあきに選んでほしいんだけど、私の読解力のせいなのか、今の詩の良し悪しがわからなくて。僕が思うに、多分それはお前の問題じゃないだろう。長雲の言う通りだ。僕たちの問題じゃない。おお、いいな、それ。そういえば、吟遊野郎はなんでここにいるんだ？今年はリーユエで、怪盗音楽祭が開催されるって聞いてね。地下を作る者として、この誘惑に抗えるわけもないでしょ。芸術はぶつかり合ってこそ、新しいアイデアの火花が生まれるわけだしね。そういえば、イベントを主催してるあのフォンテーヌの人だけど、石門の近くで見かけたよ。入り弟子選手ツアーがやっと一回開催できたんだ。ちゃんと祝ってあげないとね。僕たちの仲なんだし。そうか、そういえば君たちが次々と新月圏に入っていくのを近くで見てたのに、誰も僕がいることに気づかなかったよね。僕の隠れ方がうますぎたのか、それとも風の音を誰かさんがあえて無視したのか。怪盗祭になるとリーユエ校は人々でにぎわう。みな明かりを眺めたり街を見て回ったりし、さらに即興で旅に出る者までいる。人の動きは予測しがたいものだ。だがこうして祭りはつつがなく開催され、友人と一堂に会せたのはまさに祝うべきことだろう。新年を迎える今、皆とここに集まれたのは実に喜ばしい。この場を借りて酒の代わりに茶で皆と乾杯しよう。さすが勝利先生、いい話だね。僕の代わりに言いたいことをすべて言ってくれたよ。こんなことを自分から言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、招待されてもない僕がいきなりこの食事会に参加しちゃって、みんなに迷惑かけてないかな。本当はこういう時モンドではお酒を飲むのが定番なんだよね。でも勝利先生がどうしてもお茶を飲むっていうのなら、僕もそれに合わせるよ。さあ乾杯しよう。僕もごちそうになるね。気にしない気にしない、全部私のおごりだよ。みんなで美味しいものをたくさんいただいて、いい一年になるよう祈ろう。飲み物がお茶だけなのも、食事の後に何かイベントがあるかもしれないと思ったからなんだ。おいおい、あの二人急にお茶で乾杯しだしたぞ。オイラたちはどうするか。なんだ。ああ。二人はもういいの？うん。外の空気を吸いながら食後のお散歩もいいかもね。じゃあオイラも。実は。A long time。わかった。必ず帰ってこいよ。新たな友人はどうやら酒にかなり詳しいようだな。いやいや、僕はただのお酒好きで、勝利先生のこだわりは持ち合わせてないよ。今回出されたのがお茶でよかったよ。もし酔っ払って変なことを話しちゃったら、知り合ったばかりの勝利先生の前で恥をかくところだった。まさか同種が招き入れた客だ。俺が笑い者にするなんて滅相もない。なんだろうなと、はい。しゃべりね。だろうなと、はい。バリガピン。Thank you.
yung secret GC. It's a secret JC. GC. Dalawa, kunwari ka, kunwari pa yung dalawa, hayop eh. Ah, siya na pag-uusapan dito, hayop. Daijoubu ka? Siya, di ba na? Wari niwa, tekises na kotoba ga omoi ataranai. Shoukyou no mondai dewa nai. Katsute, senin no naka ni mo, atsumatte katarau no konomu yatsu wa ooku ita.時々皆を呼んでは酒や茶を飲むようなやつかな。我も何度か強引に連れて行かれたことがある。だが仙人にはそれぞれなすべき責任があり、そのほとんどが誇りを持っている。故に話も直接的なもので、こうも。しかし今回はあしベンティならん。そういうわけでは。やはり彼の正体を知っているのだな。なら気にせず言わせてもらおう。風神の性分は自由で気ままなものであり、それはあの笛の音にも現れている。このような神が人間と打ち解けるのはたやすいことだろう。ただそれは我には永遠にできないことだ。お前が言いそうなことだ。我は別に気にしていない。これが我にとっての常であることは重々理解しているからな。故に稀にお前と普通に接していることを思い出すと、ノブどうにも奇妙な感覚に陥る。ああ、風道主のこたびの正体は実に断りにくいものであった。しかしここに着く頃には我も心の準備はできていた。あやつは元素力に縁のある友人しか招待していないと言っていたからな。お前がいることも感づいていたんだ。だが他の客人については深淵大将がよく口にしていた。状況に応じて楽しく振る舞い、予想外の出来事を楽しむと。それはこのような感覚なのかもしれない。ただあやつが言っていたのは周りのものに作った衣服のことを指していたんだろうがな。あれら衣服の作りは実に精緻なものだった。しかし着るとなると何かと不便でな。不赦のやつは深淵大将のメンツなど気にせず、それを身にまとうことはなかった。だが帝君はあの衣服がお気に召したのか、かなりの数を所有していた。帝君が今身につけている衣服も深淵大将によるものだ。戦乱の渦中であれを着ている姿は見なかったが、まさか後になって袖に腕を通すとはな。見つけた！あなたたちここにいたんだ。あ、もしかして大事なお話中だった？そんなことはない。何の用だ？みんながお腹いっぱいになったのを見て、さっき風太が店員さんに食後の点心を出してもらったんだ。でもあなたたち全然帰ってこないでしょ。それにパイモンがちょっとパニックになってて、天心が甘いのかしょっぱいのかもわからなくなってるんだ。本当はね、ちょっと心配であなたたちの様子を見に来たの。小仙人少し落ち着かない様子だったから、ここの食べ物が合わなかったんじゃないかと思ったんだ。それで防御旅館に戻って元将に料理を作ってもらおうとしたのかなって。そんなことはない。いらぬ心配をかけたな。そのようなことはならばそろそろ戻るとしよう。あ、ちょっと待って。実は私が二人を探しに来たのはね、ほらこれ
別に二人のために持ってきたの。これは、まあ、コンプリートね。そうだよ。前回の料理王決定戦以降、私と元将は好敵手であり、友達にもなったからね。時々防御旅館に行って、彼と料理について話し合ってるんだ。その時に旅館の最上階にいる客人は、元将の作る杏仁豆腐が一番好きだって聞いたの。それで教えてもらったんだ。実はね、今回フータオがみんなを招待する前にこっそり私のところに来て、誰を呼ぶのか教えてくれたの。で、どんな料理を注文すればいいのか相談されたんだ。だから前もって杏仁豆腐をいくつか作っておいて、あなたたちに渡そうと思ってたってわけ。いつもお世話になってるお礼にね、二人に用意するって知ったクオパーも熱心に走り回ってかなり手伝ってくれたんだよ。手間をかけさせた。だがそのような必要は受け取っておく。感謝する。それからグオパーにも。どういたしまして。おっと、そうだった。私が作った杏仁豆腐は元将のと口当たりと味が違うかもしれないんだ。だからもし何かアドバイスがあったら絶対に教えてね。ああ、よろしくね。さてと、そろそろ戻ろっか。じゃないとパイモンが待ちくたびれちゃうだろうしね。杏仁豆腐。The dessert. Ah, you guys, finally, the story is over. Hurry up and come back. I promised you. Oh, you guys, we're going to be talking about this in that way. Then, your perception is wrong. I'll tell you that. Then, your perception is wrong. I'll tell you that. Then, your perception is wrong.悪い、待たせた。平気平気、みんな雑談しかしてないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが部屋の中で話そうが別に同じだったよ。ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。そうだ、知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、儀式的なことも少しやっておこった。あ、もしかして何か特有の習わしでもあるの？ないよ。でも縁起が良くなるように私がたった今作った。思い立ったが吉日。さあ、まずは卓の上にあるコーラを使おう。おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分のたっといお客さんに次のお香を焚いてもらおうかな。セーセール天、新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。なるほど、いい願いだね。さすがフータオ。なら、この場で一番身分のたっといお客さんは、うん、きっと格系の勝利先生だよね。僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さはこの世界を渡り歩いてきた銀融詩人の僕でもあっと驚くものだった。もし知識が力となるのなら、勝利先生の力は果てしなく強大なものだろうね。話のレベルで言えばやはり偉大な詩人の方が上だろう。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら、うんうん、俺はやはり
同志こそが功を焚くのに適任だと思う。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ。主催者の私は選択肢に入らないよ。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、ここはこの場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない。そうなの？でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほらシャンリンは仙人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間。それに月酔い祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。しかもかの有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの？あれ、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。じゃあちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。それなら理由エコーで最大の紹介の一つ、旧紹介の次男坊の方が尊い身分なんじゃない。いきなり僕を巻き込まないでくれよ。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だから、ここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、パリパリパリ、家内安全を願うのはどうだろうか。え、まさか僕にまで飛び火するとは。ここには高魔耐性がいるんだ。どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。身分の序列で言えばここに仙人は高魔耐性一人しかいない。断る、我はここで最も身分の尊いものではない。絶対にな。ここにいる者の洞察力ならきっともう分かってるはずだ。ここにいる皆と縁を持つ者が一人いるとな。アホもうあねん。あ、そうだぞ。お前っていつもオイラのことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。な、まずい。さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。あれ、まだ他にもいたか。賛成だよ。ん？なかなかいい人選なんじゃないかな。共に歩む仲間がいなかったら、長い旅は果てのない孤独なものになってしまう。It's secret. 冗談を言い合ったり、It's a secret. 一緒に騒いだりできる友達がいれば、あらゆる景色は色づく。ああ、旅人は諸国を旅し、素晴らしい功績をいくつも残した。リカメンバー。パイモンがいなければ。その物語は単調なものになっていただろう。お前の旅が平穏で順調であったのもパイモンの存在が大きい。いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。そのみんな本気なんだよな。ありがとな。さっきはおいらのことをずっと待たせたけど、もう怒ってないぞ。パイモン、そう気にすることはないさ。友人同士なら喧嘩をすることも当然ある。ああ、確かにそうだな。つまり旅人にとってのパイモンは私にとってのゴーパーと同じで。うんうん。じゃあみんなパイモンで問題なさそうだね。はあ、我も旅人の選択に異論はない。じゃあこれで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間であり、ガイド兼親友のパイモンにみんなのためお香を炊いて。さあパイモン、マッチをしっかり持って手をやけどしないようにね。クランプシティ。
your delicious food and tea, it's time to say goodbye. Oh. I know, nalaysa tayo. I'm broke. What the hell is happening? What is it? Mga nakakalam lang baka yung mga member lang. There's a spoiler. Leaker siya. Nag-leak siya ng ano. Tubig? Wait lang. だいぶ遅いし、このままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。だな、お茶もいい香りだったぞ。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたらそれでいいから。お、もうすっかり暗いね。夜道は少し危ないから、私はシャンリンと横空き坊ちゃま、あとチョウを送ってくるよ。残りのお客さんは勝利さんにお願いするね。ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから、勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら、僕みんなと知り合えてよかったよ。春風がなびく頃また会おう。もちろん、また機会があったら一緒に塩かこうね。Si Benti. Sate, jaa, watashitachi mo iku yo. Oh, so da. Shori-san, ato de Ojo-dou ni mudotte kite ne. Tanomitai yōji ga mada aru nda. Ah, shōchi shita. Doushi mo kiyo tsukete kure. Dewa, tsugi wa... Tei-kun. Shōri de ii. Ima no ore wa, Rii-yue-kou de hitori no ningen toshite ikiteiru.民衆の中にいるしがない存在に過ぎない。身分で言えば、勝利というただの凡人は、高魔体制を敬い、仙人様と呼ぶべきだろう。そんな、めっそうもない。これは何も冗談じゃないんだがな。今年の怪盗音楽祭の期間中、お前たちは歌人老一神君、それから龍文釈風神君と交流したと聞く。きっとまた過去のことをたくさん知っただろう。同じことでも別のものが見れば違う様相を見せる。記録するものが増えれば、同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる。以前ソラヤーというスメールの学者と古今について語り合ったことがあってな。ゆえに彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には、高きところに座す尊いものや心優しい魔人が数多くいる。だが俺や歌人老一神君、龍宮釈風神君、それから将や関羽のようなものにとって、そういった属性離れした仙人や神は、今この時の光景は、あの時と同じものだ。民衆にとって昭は親しみにくい存在であっても、旅人からすれば違う。つまり一部のことについてはそう気にする必要はないということだ。て、勝利様が伝えたいことは、その様子だと大まかではあるが理解したようだな。
さて、同志から皆を送るように言われているが、お前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろう。ちょうど夜景が美しい頃合いだ。俺も少し歩きたい。しばし歩いた後、同志のところには顔を出そう。うん、では先に失礼する。いずれまた会おう。いつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな。でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ。あ、いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずっと旅人のそばにいてやるぞ。ふん、分かってるならいいんだ。ショーはこれからどうするつもりだ。オイラたちと一緒にを見て回るか。いや、ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。町の灯火も悪くはないが、今回は急なことではあったが世話になった。あ、ではまたいずれ。ラナシャ、Right, 없나? 아유. 유코. 오카하の話はこれで終わりです。いざ。行こう。それ。風の赴くままに。え、で、なぜイーグル。はい、ガーグ。Out.